い、こんにちは、ボンジ君です。今日も素晴らしい本を読んだんで、本をご紹介させてもらいます。それがですね、達人のサイエンスという本で、まあ、タイトルがですね、タイトルからしてなんか読む気がしませんっていう人の気持ちは非常によくわかります。非常によくわかるんですけれども、これはですね、素晴らしい本です。自分はこの本を3年ぶりに読み返したんですけれども、改めて読み返してみてですね、3年前に読んだ時も、これはいい本だなというふうに思ったんですけれども、3年ぶりに読んでみたら、3年前の自分はこの本の本当の価値が分かっていなかったなと、いうようなことを感じるぐらいですね、本当に素晴らしい本だなと。また、このタイトル、からして、全然読む気がしませんという方も多いかと思うんですけれども、よりよく行きたいなと思っている人にはですね、本当に、お勧めできる本だなと思っております。特にですね、例えばなんか SNS に疲れちゃってるよとか、ついつい SNS とか、YouTube とかを見てだらだら時間を過ごしたりしがちな人、あと、まあ、テレビだとかを、まあ、あんまり今いないかもしれないですけれども、だらだら見て、なんか時間を無駄にしがちなんですよね、みたいな人には、特にお勧め、かもしれないなというふうに思っております。この本でお勧めできる箇所っていうのは本当にたくさんあるんですけれども、その中でも一点ですね、内容を、今日はご紹介させてもらいます。この著者はですね、何かが問題が起こった時に応急処置的な対応をするんじゃダメですよねというふうなことが書かれています。まあ、例えばですね、疲れた時に、栄養ドリンクとかを飲む人って多くいると思うんですよね。エナジードリンクを飲んだりとか。そういうものがまさに、応急処置的な方法だと思うんですよね。問題に対する。ですけれども、根本としては、体が疲れているというところにあって、それを、なんか力でねじ伏せるみたいなやり方で、応急処置をしたって、まあ、後々より大きな歪みを生んでしまうと、いうことなんですよね。また、例えばですね、まあ、こういった例は、本当に、数多くあると思うんですけれども、例えば、まあ、医療業界では、風邪をひいたら風邪薬を飲んで、咳だとか、鼻水だとかを、抑えるような薬を飲むっていうことが、かなり一般的にやられているかと思うんですけれども、どうして鼻水とか咳が出るのかと言ったら、ウイルスを外側に体が出そうとしているから、その鼻水とか、咳を出しているわけですよね。それを無理やり抑え込んだら、結局ウイルスを排出することができなくて、風邪の治り自体も遅くなってしまうと、いうような、そんな風に本当にその場しのぎの対処療法みたいなことは、本当にこの個人の医療のことから、政治のことから、経済のことから、本当に、たくさんあると思うんですよね。また、例えば、まあ、最近の例で言いますと、今月から電気料金が値上がりしてるから政府がお金をつぎ込んでちょっと電気代を下げるみたいなことをやってるようですけれども、その根本はどこにあるのかというと、やっぱりこの10年間ですね、東日本大震災が起きてからもう12年経ってますけれども、それからまあこのエネルギー政策を変えようとせずに、まあ海外から基本的に輸入したものでやってきますよみたいな、ことを続けてきて、なおかつこれからも続けていこうとしている中で、もうそのまあもうこの国家予算がもう半分が赤字を占めているような状況で、まあ、なおかつですね、さらにお金をつぎ込んで、その場しのぎでなんとかしのごうみたいな、そういうやり方って、やっぱり違うと思うんですよね。だから何か問題があるっていう感じた時には、その問題の根本っていうのはどこにあるのか、その根本の問題を解決するような方向で、考えてなきゃいけないなということを、改めて感じたり、したところでございます。こちらの本はですね、まあ、気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますんで、内容の方、詳細をチェックされてみてはいかがでしょうか。個人的には非常に強くお勧めできる本でございます。今日の動画は以上です。